はい、皆さんこんにちは。植物写真協会の石井理光です。今回はこの日本植物写真協会、これどんなことをしているのかっていうのを解説していきたいと思います。で、まあ英語で書くと Japan Plant Photo Society JPPS って言ってます。で、この協会主に何をするために一般社団法人、法人格にしたかっていうと、まあ、植物写真を専門に撮っている人の交流の場としてまず立ち上げたんですね。みんなでこう情報を共有しようっていうので立ち上げたんですけれども、中にはこういったスクールもしてるんですね。植物写真撮ってみたいっていう人に向けたコース、エンジョイコースから始まるんですね。エンジョイコースで、入門コースで、スタンダードコースに中にも中級と上級っていうのがあります。で、その上にスペシャリストコースっていうのがあって、まあ一番上にエキスパートコースっていうのがあるんです。まずこの YouTube でいろいろこう撮り方とかこうやってると思うんですけれども、それはどの辺のレベルのことをやってるかっていうと、ここです。この中級コースです。中級コースのところをやってます。だからこの上級コースとかスペシャリストの人たちに教えることはまだ YouTube では流してないんですよ。この辺やってます、 YouTube で。今流してるのはこの辺なんですよね。ですからうちのこの協会に来ていただいてる中級あたりの方が同じことをやってると思ってください。こういう当て方するとこういう写真撮れますよみたいなのをやってます。で、こういろいろあるんですけれども、これ大きく大別すると、ここでズバッと分かれます。ズバッ、何が違うか。まずこの2つ無料です。書いちゃいますね。まあはっきり言えばただですよ、このコース、これとこれで。まあこっちのそのこっから下はまあ会費いただいております。ただこの2つはただです。で、こっちからしたっていうのはちょっと今コロナの関係でですね、ちょっと今休止しちゃってる状態なんですね。オンラインでやろうかなと思ってるんですけど、オンラインでやるんだったら、まあ、YouTube 見てっていうんで YouTube 始めたんです。 YouTube 始めたのがまだ2月なんですよね、今年の。だからまだ1ヶ月ぐらいしか経ってないんで、あんまり登録者いないんですよね。で、まあこの YouTube でやってるっていうのは、まあ中級コースあたりを狙ってるんですよね。で、まずこの一番下のエンジョイ写真コース、これどういうコースか、もうここに書いてある。みんなで楽しく、とにかくみんなで楽しく写真撮ろう。で、写真だけじゃないんですよね。どっか行って、まあ遠足みたいな感じですよね。どっか行って、まあついでに写真撮りましょうか。とにかく楽しくしよう、その時間を過ごそう。まあそんなに堅苦しいこと、写真一生懸命っていうコースではなく、どっちかっていうとそのみんなでいる時間楽しく過ごそうねっていうコースが、このエンジョイ写真コース。まずこれいい、おすすめしてるんですね。楽しもうよ、みんなで楽しくやろう。で、ほぼほぼこれ実費しかいただいてません。まあかかる入場料とかですね。まあ大体やるのが植物園とか公園とかそういうところが多いんです。まあその入場料ぐらいかかりますよ、このエンジョイ写真コース。だからもうどんな人でも、写真全く知らないよっていう人でもここ行けます。で、少しちょっと写真
に興味があるな、もうちょっと上手くなりたいなっていう人はこの入門コースですよね。もうこれ、ここのコースっていうのはもうカメラの初歩から教えてます。もう絞りって何、シャッタースピードって何、 ISO 感度って何っていう、そういう基礎的なところから、まあ機材の勉強もそうですけれども、この撮り方、写真ってどうやったら撮れるのか。ですんで厳密に言うとこれ2つに分かれるんですね。デジタルコースと今まで同じフィルムコースですね。そのフィルムコースっていうのは現像の仕方とかそういうのもやります。まあこう2つ分かれてるんですけども、まあ両方兼ねちゃってやっちゃってる人がほぼほぼなんですけれども、まあそれが入門コースですよね。もう基礎からもう全部、初めて、もう今日初めてカメラ買ったっていう人でもいらっしゃいます。これそれが入門コースなんですね。でまあこれじゃあもう飽き足らないというか、もう自分の腕が少し上がってきた。でやっぱりあのどんな学校でもそうなんですけれども、周りの人と同じレベルぐらいじゃないと飽きてきちゃうんですよね。優しいことばっかり言ってても。でそういう人のためにその上のコースがあるんですね。まあスタンダードコースですよね。中級コースと上級コース、まあこれはもうそのまんまです。ご自分の写真の腕に応じて、こちらがあなた中級です、あなた上級です、決めさせていただいてます。やっぱりそれはそのクラスのレベルを揃えないとやりにくいんですよ。こっちもこう普通にこう喋っててもそれは意味分かりませんって言われちゃうと、そこで授業が止まっちゃうんですよね。ですんで受講生の方のレベルを揃えるためにこれ分けてます。その方がもう中の生徒さんもやりやすいんですよね。みんな同じレベルっていう感じにした方が、なこの中で突然このエキスパートの人がここに入っちゃうと、もう話が全然合わなくなっちゃうんですよね。でつまんないと思うんですよ、そんなの知ってるよっていう人が来ても。だから同じレベルに合わせたいんでこういうのになってます。もちろん私結構やってますんで、いきなり上級から入る方もいらっしゃいます。上級から全然構わないんですよ。でもちゃんとついてきてくださいねっていうのは言ってます。で毎回こう最後にお題を出すんですね。次までにこの写真を撮ってきてくださいね。でいきなりこれ入っちゃう人いるんですけれども、まあ何人かやっぱり私中級にしますっていう人います。それは自由なんです。行ったり来たりしていいと思います。もう上がったなと思ったら上級コース、ちょっとついていけねえなと思ったら中級コースに行っていただければいいと思います。で YouTube はこの中級コースあたりのことをやってます。だからこの上のことってまだやってないんですね、 YouTube では。でここでなんかバッと線が先ほど引かれましたよね。お金取らないんですよ、これ。でこのスペシャリストコース、エキスパートコース、まあこのスペシャリストコースってどんなものかっていうと、このエキスパートに行くためのコースなんですね。下地固めです。でまあ最終的にはここに行ってほしいんですけど、今現在今6人しかいないです、このエキスパートコース。でこのエキスパートコースっていうか、この辺まで行っていただけると、普通の専門学校、大学、いろいろ写真の学校があると思うんですけれども、そこでは絶対できないことをここではやれるんです。それは何か、実践編です。実践です。実際にお金をもらう現場で写真撮らさせます。失敗できない写真を撮らせるコースなんです、ここ。だからそういうのって普通の学校ではありえないんですよね。
こういう撮り方しましょう、スタジオの使い方はこうしましょう、そういうのは教えてくれるんですけれど、実際ね、商売としての写真っていう時にやらせるか、絶対やらせないんですよ。ですけども、うちの場合このエキスパートコースはほぼほぼやらせます。ですから6人しかいないんですね。で、男女比、男の人が3人、女性3人ですっていう構成になってます。で、今のところ6人なんですけれども、巣立ってった人もいるんですよ。で、うちの教会っていうのは植物写真のエキスパートを育ててるんですよね。で、こういう人たちっていうのは、その植物写真家になったかっていうと、まあ違う道に行った人が多いですよね。広告写真に行った人もいます。料理写真に行った人もいます。もちろん植物写真に行った人もいるんですよね。まあ卒業生もいます。で、現在6人エキスパートでいます。それで、このエキスパート全部教えるんですね。その自分一人でこれから写真家としてやっていくための知識ですよね。ですんで、こことここほぼほぼ写真の勉強しないです。じゃあ何やってるかっていうと、例えばですね、どっかのスタジオを借りました。スタジオの入り方、駐車場の止め方っていうのも教えるんですね。まあその前段階、予約するのはこうやるんだよ、で向こうの人とこういう受け答えするんだよ、予約の仕方、そういうの、もう実践ですよ。もう実践をやらしてるんですね。で、向こう行きました、スタジオマンさんとかいるわけですよね。で、そのスタジオマンさんにこういう写真を撮ってこういうライティングしたいんだ、そういう指示の仕方とかってやったことない人ってわからないんで、そういうのを全部教えるコースなんです。エキスパートコースだから、写真の勉強ほぼほぼしないです。もうこんなのできて当たり前の人しかいないんで、だからとにかく実践、もう自分一人でやれますねっていうところまで行くんですよ。実際の撮影現場一緒に行った時も、指示とかこう出すんだよっていうのを最初のうちは教えますが、そのうち全部やってねっていう感じになって、だからすごい厳しいコースです。ですから、ただなんです。まあはっきり言えばアシスタントみたいな、ただですけども、普通の学校じゃできないことをやらさせてあげます。それは何か、シャッターを押さすしてあげます。みんなシャッターを押すってすごい簡単に考えるんですけれども、失敗できないところで押すシャッターっていうのは最初の頃押せないんです。押せないんですよ。なんで押せないか、いろいろ考えちゃうんですよね。全部任しちゃうから、その時ライトこれでいいのね、自分私とその人だけで撮ってるわけじゃないんですよね。例えばモデルさんとかいれば、スタイリストさん、ヘアメイクさん、いろいろいるんですよね。 AD もいます。で、今の現場っていうのはほぼほぼその撮った写真を iPad とか普通のノートパソコンで瞬時に見せるんですよね。まあモデルさんの表情とか、そういう人、雑誌の編集者さんもいます。そういう人も一緒に見るんですよ。ですから、もう、ああ失敗しちゃった、でもう一回撮り直しますねっていうと、その失敗した写真もそういう人たちはみんな見てるんですよね。だから押す時にやっぱり躊躇しちゃうんですよね。本当にこのライティングでいいのか、でもしも真っ暗になっちゃったら、それが他の人に見られちゃうわけなんですね。だから考えて、こっちは早く押せよって言うんですけれども、本当に汗だくになってます、みんな。真冬でももう本当に大丈夫なのか、そのぐらい大変なんですよ、シャッター押すって。で、それの度胸をつけさせる、でこれは普通の学校では教えられないんですよね。
度胸ですよね。押す度胸。度胸をつけるにはやっぱり場数を踏まないといけないんですよね。もうこれで絶対ライティング合ってるっていう確信がないとシャッターを押せないんですよね。でそういうのをやってるコースなんですね、このエキスパートコース。だからもうこういう写真撮れ、もうこの6人はもう下手すると私より全然上手いの撮る人います。でこの6人に共通する、なんでこの人たちがこういう上級とかスペシャリストコースから上がれたかっていうとですね、写真以外の才能を持ち合わせてるんです。まあ才能っていうとちょっと語弊があるんですけれども、違うものをすごく情熱持ってる人たちなんですね。音楽やってる人います。もう料理もうプロ顔負けっていう人もいます。だから他の絵描かしてすっごい上手い人います。もう絵描きになった方がいいんじゃないのっていう人もこの中にはいるんですね。だから写真以外でもうスペシャルなんですよ。ですからそのスペシャルなことを写真に活かせる人たちなんですよ、この6人。だから私じゃ撮れない写真を撮るんですよね。それはその人が感性、私の知らない音楽の世界で一回行ったんですよ、この人のライブとかに。わかんない、もう耳痛くなりました。私には理解できない音楽だったんですよね。ですけれどもそういう音楽とかもうスペシャリストなんですよ、この人。でそれを写真に活かせるんです。絵うまい人も写真に活かせる。でそういう人たちじゃないとやっぱりこのエキスパートコースっていうのにはいけないんです。写真がうまいからっていけないコースなんですね、これ。その他にもだからプラスアルファが必要なんです。プラスアルファですね、写真以外です。でまあもちろんこの中にはそれだけなんか他のスペシャルじゃないっていう人もいるんですけれども、そういう人も私から見るとスペシャルな人がいるんです。どういう人かっていうと、ある撮影でですね、ちょっとモデルさんとちょっとあんまりいざこざっていうほどじゃないんですけれども、ちょっとあんまりいい関係じゃなくて写真撮影が止まっちゃった時があるんですよね。でその時一人、この中の一人一緒に行った人が何をしたか、その時にですね、みんながなんか険悪なムードになってる時にいきなりそこでバク転始めたんですよね。もうみんなあっけに捉えたんです。え、何こいつみたいな、何バク転してんのみたいな。でそれで場の雰囲気が和んじゃったんですよ。でその後の撮影うまくいっちゃったんですよね。でそういうような感じで対人関係のスペシャリストもいるんですよ。もうその場の雰囲気をうまくさせる、やっぱりこういう仕事で撮影するっていう時には対人なんですよね。いくら植物写真つっても植物だけ撮って生活できるかっていうとそうではないんですよね。やっぱり違う、自分がやりたい仕事じゃない仕事もやらないきゃいけない時もあるんですよね。こういうシチュエーションで撮ってください、こういう人のお花持たせて撮ってください、こういう場所で撮ってください、まあ向こうの言う通りにやんなきゃいけないんで、もういろんな才能を持ってる人がここに6人なんですね。おのおのスペシャリストなんです。でなおかつ写真撮らしたらすごいっていう感じの人たちがこの6人。だからここからここってもう雲泥の差があります。でまあこのスペシャリストコースっていうのはここに行くちょっと手前ですね。まだ実践には
出せないかな。まずスタジオ行ったら固まるなっていう人たちがここにいます。シャッター押せない人です。こっちシャッター押せる人です。押せるか押せないかで分かれてます。もうこれ言うと本当ってなるんです。シャッターなんか簡単にもうプッ押すだけじゃない。押せないんですよ本当で。これね実際にやった人じゃないと分からないと思うんですけど、シャッター押すってすごく大変なことなんですよね。それは全部いろんなことを考えちゃうからなんですよね。だから押せる人押せない人、押せるようになると上行きます。でここからここも結構大変です。でこの辺だとですね、今までまあ20年30年やってる人います。でじゃあそういう人はここ行けるか、行けないんです。やっぱりここ大きな壁があるんです。写真撮らして結構うまいんですよね。うまいんですけれども案外小手先のテクニックにうまいっていう人いるんですよね。うまいんですよ。いい写真じゃないんですよ。まあこれ別動画で上げてますよね。うまい写真といい写真って違うよ。うまい写真撮るんですよ。人に受ける写真ですよ。だけどそれがいい写真かイコールではない。いい写真が撮れるようになるとここ行くんです。だからこの YouTube でも結構言ってるんですよ。いい写真撮ってね、うまい写真じゃないんだよ。うまい写真っていうのはカメラの知識があれば結構撮れちゃうもんなんですよ。だけどいい写真ってなかなか撮れないんです。いい写真人に感動を与える写真ですよね。人に何かを考えさせる、こういう問題を提起する、そういうのをいい写真っていうのが撮れるようになるとここに行けます。うまい写真撮る人はここ止まりです。自分ではうまい、いいと思ってても私から見るとそれうまいんだよっていう写真はここです。でもまあ結構うまいんですよね。うまいんですよ。ですんでここのところはカメラの基礎から特殊なことまでいろいろやります。撮影についてですよね。でこういう人たちもやっぱり特殊なそういうスタジオとか撮りに行くんですよね。それは普通の仕事ではなく体験ですよね。こういうところでこういうストロボを使うんですよ、こういうスタジオはそこの備え付けのストロボしか使えませんよ、こっちのスタジオは自前で持ってかないとダメですよっていうのを体験ですよね。だから体験型か実践型かなんですよ。でドンと大きく分けて、でこんな感じになってます。で今ちょっとコロナ禍なんでこの2つのコースしか実動してないんですよね。まあコロナが落ち着けばこっちも行こうかなと思ってるんですよね。それで今まで日本植物写真協会っていうのは東京都の文京区にあったんですけれども、今年中にちょっと移転が決まっちゃったんですね、教室が。ですからそれに伴いちょっとホームページリニューアルしようと思って、今こっち全部新しい人入会募集してないんですよね。まあ新しいところ決まったらこっちやってみようかなと。ですんで自分の例えばなんかここの教会に興味があるなっていう方は、今ちょっとお問い合わせのホームページとかも出してないから、そのうち6月か7月には出ますけれども、と問い合わせてくれるとこう、あなたこの辺がいいですよおすすめはします。それで金額もそんな高くないですけれども、あるちゃんとそのホームページに書きますので、ご自分のどこ行きたいかっていうところに入れます。ここまではいきなり上級教室コース行っちゃってもいいですけど、結構厳しいですよ。
で、YouTube の動画でも言いましたが、てん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 、またここで分かれるんですね。褒めないです。もう 100% けなすコースです、ここ。悪いところ、悪いところ、指摘しまくります。だから、いてあんまり居心地よくないです、ここ。その点、この、こっから、この2つ。エンジョイ、入門。褒めまくります。楽しいですよ。何撮っても褒めます。いい写真だね、すごい写真だね、よく撮ったね、これ飾った方がいいよ。もう褒めまくります。だからいて楽しい、その時間を楽しみたいっていう人はぜひこの2つどっちか行ったら行くとすごく有意義な楽しい時間を過ごせます。こっちの2つ選んだ人は結構嫌な気分になります。けなします。ここダメだよ。で、またここで分かれるんですよ。で、中級コースの場合けなすんですけれども、何がいけないか、こうした方がいいよ、そういうのを教えます。こういう撮り方してみなと、こう変わるよ、もっといっぱい撮ってみな、いろいろ、その一応こうけなすっていうと語弊があるんですけれども、こうした方がいいよ、親切に教えます。に対して上級コースはけなしっぱなしです。ここダメ、全然こう、この写真ダメ、質問されても返しません。自分で考えろっていうコースです。このコースかなり厳しいです。どこが悪いか、今の学生って結構甘い、これ言うと怒られるんですよ、ね、甘い考えなんですよね。で、学校でも何でも自分が聞けば教えてくれるだろう、当たり前でしょみたいに思ってる人がいると思うんですけれども、このコース教えないです。その代わり上達はすごいです。やっぱり自分で考えるからなんですね。こう人に教えられるって一見その場でバッて分かったつもりでも、次の時自分でやったらやれないんですよね。で、こっち教えないコースっていうのは自分で考えると次からそれ自分でできるんですよね。だからその辺で分かれてるんですね。上級コース、けなしっぱなしです。自分で考えるです。で、それがもう私たちが見てもうここ行けるよねっていう人はこっち行ってます。スペシャリストということは、まあプロの予備軍ですよね。予備軍なんですよね。もう実際に仕事としてやっていくときはこういうことが必要なんで、写真の技術なんかあって当たり前なんだ。対人関係をまずここ重要視してます。喋り方、人とのこのコミュニケーション力ですよね。いかに相手に気分よくさせるかとか、そういう対人コースです。だからこの2つっていうのはカメラのことほぼほぼやんないです。知ってて当たり前だろうみたいなんですね、っていうような感じに分かれてます。まあちょっと今早口でダッと言ったんですけれども、まあそのうちそう、あのホームページができたら詳しくこう書いていきますね。大体の流れはこれ、今このエキスパートっていうのは6人います。もうその人たちはその写真以外の道でもスペシャリストなんですよ、ね、この人たちすごいですよ、本当に。もう初めてこの人、この絵がうまい男の人、一番最初どっから入ったかっていうと、こっから入ったんですよね。みんなで楽しく、確かに楽しかったんですけれども、もう一気に上手くなっちゃったんですよね。だからここからいきなりここ行ったんです。で、ここ行って
けなしまくってたらすごく上手くなったんですよ。でこっからこのスペシャリストコースをぶっ飛ばしてもうエキスパートです。もう実践出しても大丈夫だ。それにはやっぱりその人の人格、コミュニケーション力、総合してすごかったんですよね。だから一気にここなんで、でも入ったのはここなんですよね。もうみんなでその時は写真を仕事にしようなんて考えてなかったらしいんですけども、まあ写真やっていくうちにこれ自分の天職だなんて今言ってる。そんなことねえんですけどなんか言っちゃってるんですけど、確かにうまいんですよね。でってやっぱり自分の感性が出ますから、もうその絵の世界でも結構いけるんじゃないっていう人なんですよね。でもなんか写真で行くらしいんですよね。でもうそろそろ卒業なんですけれども、植物ではの写真家にはならないそうです。なんか広告写真で行くそうです。まあそっちの方が儲かりますからね。でももうそっちでもやっていけるだろうとは思ってますんで反対しないですけどね。で卒業生の中には結構有名になった人もいるんですよ。名前は出しませんが、でも一応それまで教えてたんで、あんまりエバるなよって言ってるんです。時々電話かかってくんですけども、調子に乗んじゃねえみたいなこと言ってますで、まあだからここ行けばいいかって、そうじゃないんですよね。ここでみんなで楽しく写真撮ろうって、ここでいいと思います。もう写真って楽しくないと続かないんですよね。で仕事にしようって言うとこっちになってくるんですね。だから趣味でやるんならもうここすごくおすすめです。もう楽しいですよ。楽しい時間を過ごせます。こっから上楽しくないです。ですから、まあ、ご自分に合ったコースに入っていただくのが一番だと思います。本日の結論、エキスパートが偉いわけではないです。ここで言わさせていただきます。これ偉ばってるんですよ、この6人。私エキスパートです。だからいつもくじいてやってるんです。偉かねえよ、偉かねえよ。こっちにいる人の方がもう社会的に偉い人なんかいっぱいいるんですよ。お前ら偉くはねえよって言ってるんですよね。だからまあエキスパートが偉いわけじゃないっていうのが本日の結論です。でもまあ写真極めたい、写真で生活していきたいっていう人はここ行っていただくといろんなコースに行けます。いろんな写真の、写真っていろんな分野がありますから、スポーツ写真の方に行った人もいるんですよ。やっぱりサッカーがすごくうまくて、で選手にはなれなかったですけど、やっぱりサッカーの写真を撮りたい、まあものすごい努力してましたけれども、なんで植物からサッカーなんだよとは思いましたけどね。でもまあ一応その写真の方は教えてますから、まあ結構うまいしと思うんですよね。今あの雑誌とかで時々見るんですけれども、まあだからここの植物写真協会だからってその先が植物写真家になるかっていうと、そうでもほぼほぼないです。それだけ植物写真家ってパイが少ないんですよね。もう植物写真家になりたいっていう人はこの6人の中からまたさらに植物についてもう誰にも負けない知識あるよっていう人しかなれないと思ってください。で本日の動画を締めさせていただきます。ご視聴ありがとうございました。